始まりました。アーツニュース、キャスターのじゅんちゃんです。この番組は京阪ネットテレビイベント事業部が行うクラブアーツのイベントをダイジェストでお送りします。この番組は花と音楽の街枚方市をクリエイトする NPO 法人京阪ジャズ協会でお送りします。クラブアーツとは、この京阪沿線にもっと身近にライブやダンスなどのアートに触れる機会を増やそうとスタートしました。それでは2010年1月24日に行われました第1回のクラブアーツの模様をお送りしたいと思います。場所は郡園駅そばにありますフードバーマリアです。それではどうぞ。こちらのお店は昨年郡音楽フェスティバルの会場を提供していただいたお店で、今回のクラブアーツにも会場を提供していただきご協力してくださいました。まず最初は西谷勝さんの登場です。オープニングからアップテンポなギターの音色と持ち前のハイトーンボイスが会場に響き渡ります。もちろん盛り上がる曲だけじゃなく、しっとりとした曲もあり、お客さんも演奏に聞き入ってました。途中ギターの弦が切れてしまうというハプニングに見舞われながらも、最後まで会場を盛り上げてくれました。お客さんもお酒を楽しみながらの、とてもアットホームな雰囲気でのライブになりました。この日のチャッチャさんはオリジナル曲だけではなく、カバー曲も披露してくれました。自分たちも知っている曲の演奏にお客さんも思わず反応してしまいます。ちょっと大人な会場の雰囲気とチャッチャさんの曲の雰囲気がマッチしていて、とても素敵な世界観を作り出してくれました。ハプニングもいろいろありましたが、第1回目のクラブアーツ無事終了しました。クラブアーツではイベントを一緒に盛り上げてくれるボランティアスタッフを大募集。ミュージック、ダンス、ファッションショー、イリュージョンマジック、ライブペインティングなど多彩にイベントを制作してまいります。一緒にやりたい方は京阪ネットテレビイベント事業部までご連絡をお願いいたします。